岩人では大きく裂けた葉を持つシダ植物でよく岩の上に着生する。岩人でンはシダ植物門、裏星か岩人で族の植物で常緑性の多年草である。根茎は細くて長く横に這い、緑色で鱗ペンがつく。やや間隔をあけて葉をつける。葉には二型があり栄養用と胞子用は形は似ているが後者の方が はっきりと細長くて背が高い。傭兵は葉全体の半分ほど、基部はやや褐色だが次第に緑色で、基部以外には輪ペはない。葉は単無常服用、またはその基部で互いに少しつながった無上前列で、側右辺は2から5体、細長くて先端は細く尖る。頂き右辺ははっきりしていて細長く先が尖る。シダ類の場合。 葉がよく育つと一回うじょう服用のものでも二回目の切れ込みは入ったりすることがあるが、岩人での場合、そういった景色が見えず、長い列片が手の指を広げたような形になっている。岩人での名は、多分これに由来すると思われる。葉質は、薄いが、やや硬く、表面に強い艶がある。大きさは、栄養用で、長さ20から50センチメートル、胞子用は一回り背が高い。 花幅は栄養用の方が広くて12から20ミリメートル、胞子用は8から15ミリメートル。胞子能群は線形で細長く、胞子用の裏側全体に、矢は状に走る。時に栄養用にも少し出ることがある。森林内の暗いところや、渓流沿いに出現し、ほぼ必ず岩の上に着生している。樹木に登ることは、まずない。本州南岸から四国。 九州に分布、沖縄島からも知られている。国外では、朝鮮南部、台湾、中国、インドシナに分布する。最もよく似たものは、大岩人でプレスルである。ガワウヘンが6から12と多いことと、栄養用と法使用の2型がはっきりしない点で区別されるが、これらを同一種とみなす説もある。四国南部と琉球諸島、それに、小笠原諸島から知られ、 国外では、ヒマラヤ、中国南部からタイ、インドシが台湾、フィリピンに分布する。生育環境もほぼ、岩人でと同じである。国内の同族の種はほとんど単葉をつけるが、列片が横に伸びる新天裏星などはやや姿が、似ている。ガワウヘンの少ないウジョ服用の種としては、ミツデヘラシダや、ミヤマ裏星などもあるが、奉仕能軍が先系なものは他にない。 ありがとうございます。